年の瀬の深夜だものね。無理やり冷ますみたいな、冷ますみたいに吹きつけてくる。送ってくんか、良一一人一人。治安悪いの、君たちの地元は。織原くんはそういうところがちゃんと優しい。だよ、亮ってば紳士なんだから。うんね、私はこいつをキヨんとこに届けに行かなきゃだ。タッパもう時間考えろよ。余り物。いちかちゃん、帰り道だし、私もついてっていい？お、うん、助かるよ。どういう意味だい？助かるって。私が襲われたりしたら大変だもんな。いやかましい。そうそう、いちかちゃんは可愛いんだよ。まあ、さっき恥ずかしめられたの思い出しちった。そういういじり方もあるね。ゆずの安全は寮に任せた。家まで送ってってやってよな。うっ、え、私頼りないボディーガードで申し訳ないけど。そんなことないよ、頼りまくっちゃうよ。お願いね。やばい地元だな。キヨの家はこっちだから。治安悪すぎ。私らはここで。二人ともスカートだったんだ。知らなんだ。良いお年をになっちゃうかな。あ、そうかもしれないね。いや、初詣行こうや。じゃあまた来年。また来年。その前にゆず、ちょいちょい。ん？何かな。あ、君もスカートかよ。大チャンスだ、ゆず。いるね、参謀役が。来年はいい年になりますように。んじゃな。じゃあ行きましょうか。うん、俺は宮森さんの家へ向かう。風呂に入ってる音が聞こえたりする。あんま時間感覚わかんねえな、このゲーム。さっき深夜って書いてあったのような気がするけど、家族団らんってどんだけ騒いでんだよ。教会でもあるんか。不器用に恋人。ちょっとわからねえな。なじゃねえの。不器用なとか。そうだね、岩出くんってなんかそういうところあるよね。真面目で頑張ってるのにちょっと報われないところ。なんでそんなこと言うの。報われるって本人頑張ってんだから、そういうこと言うなよ。だね。どういう報いを感じさせるんだ。本当だよ、清高の話題はいいだろう。クリスマスプレゼント、織原くんのが当たってよかったよ。大切に使うね。大切すぎて使うのもったいないかも。いや、俺マフラーのがよかったと思うよ、良一。編んであげろよ。私用みたいだね。しかも猫ちゃんだし、織原くんのが当たったのって私がハロウィンで猫ちゃんのコスプレしたからかな。ああ、たまたまじゃない。そんなわけないよね。織原くんのが当たったのは偶然だもんね。まあ、確率からしたら4分の1か。まあ、25% で引けるよ。まあ、R ぐらいだな、レア。ちょっと運命っぽいよね。行っちゃったよ。そうかな。エイジ君は愛梨ちゃんだったなんて、何
3番分の1の奇跡には全然かなわないけど確かにそっちはスーパーレアだな。って言うならすごく嬉しいよ。クリスマスはほんのちょっぴりだけ奇跡が起きる日だもんね。もう少しだけ奇跡が起きてほしいな。何、雪でも降るの？ううん、違うよね。奇跡とかじゃなくて、そう、奇跡は起こすもんだよ。から起こさない。そうだ、始まらないんだよね。メルキスバッジ、いちかちゃんが頑張れって言ってくれたの、そういうことだよね。折原くん、ピッ、何、血管切れた音、ピンと張り詰めたように取り巻く空気が変わった気がした。木の風が、あのね、そこの公園でいいから、その、もう少しお話ししない？公園のベンチに腰掛けた。ロマンティックやね。ロイヤルミルクティー。俺はブラッコリー、生きがるな、りょういち。微糖でも買っとけ。高校生は微糖だろ。あったかい。おいしい。まだ緊張感があるんか。セルゲームみたいな感じか。どっかにサタンでもいねえかな。緊張が解けんのに。ゲームで遊んで、同じ 部活で活動して、同じ学園に、確かに、たまたまか。こうしてパーティーも楽しむ仲の良い宮森さん。ちょっと特別なクリスマスの夜に彼女との思い出を振り返ろうとしたけど、3年の思い出は思ってた以上に積み重なっていた。必要以上のボリュームで俺の名を呼んだ。自分自身に葉っぱをかけるようなそんな勢いだった。鞭を打て、宮森。何かな。冷静だね。怯えたような視線を向けてくる。私ね、折原くんにどうしても伝えたいことがあって。折原くんとは結構長い付き合いだよね。前の学園からかれこれもう3年。実はね、これがそうだと気づいたのは割と最近になって、ようやくなんだ。でもね、そうだと気づいたらもう絶対に間違いないって、私ずっとそう思ってたんだって。チャンスとかタイミングとか、いつまでも待ってるだけじゃダメだから、ずっと臆病なままじゃダメだから、早く言わないと、早くしないと誰かに取られちゃうのかもって思ったら怖くって、もう我慢できなくって、そのもう一日も早く、今日しかないって。だからね。
いきなりこんなこと言われても困っちゃうと思うんだけど、言わせてください。私折原くんのこと好きです。ずっと好きでした。私をあなたの恋人にしてください。なんでその取り乱しないんだ、良一。そうだよね。俺だったら伝わってくるよ、その緊張で。そんな冷静になれねえよ。どんだけ冷めてんだ、良一。いいのか。お、掴んで引き止めた。折原くん。イケメンすぎる。一つの形を成した。冷静ぶって見てたわけじゃない。なるほど。自然と言葉が出てきたんか。かっこ悪くて見られたものじゃない。いやいやいや。言葉がダサいだけで、行動はイケメンだよ、良一。ならせてください。いや、いいよ。甘酸っぱいよ。案外うまくいく。今日から恋人になりました。お、見守りパートか。現実なんだよね。なっちゃったって、すごい嬉しそう。こういうブログ書いてそう。口元が緩んじゃう。構わないよね。どうしよう、何しよう、何したらいいんだろう。これ俺が読むのは野暮だな。黙ってみよう。きっと幸せなんだ。幸せが続くといいねって言おうとしたけど、続くよね、きっと。だこいつら喧嘩できるイメージが湧かねえわ。まあ、喧嘩しないこともね、あるかもしれない。喧嘩しないのも仲の良さかもしれんな。イッチだろこれ。意識しすぎだろ。はい、もよい。受信。ゆず。
ゆずさんのスマホですよね。ふわふわしすぎだよ。いちかちゃんか、驚かさないでよ。ゆずで合ってるんだよな。なんだよ、変な声で驚いたのは私の方だよ。まあいいや、私たちと別れた後どうだった？りょうと二人っきりになってちょっとくらいいい雰囲気になったりした？ちょっと超えたよ。せっかくのクリスマスだし、こくる大チャンスだったじゃん。そこまではいかなかったかな。なんで切り返すんだ、折り返すんだ。ちゃんと話しておく。話すんか、濁すんじゃないんか。告白したし、されたかな。私も折原くんも、その好き。マジでそこまで言ったんだ。ゆずやるじゃん。見直した。見直したって。前にユズがいたら頭撫でたり胴上げしてるところだよ。やったな、頑張ったな。よしよしよし。うん、一生分の勇気を使い果たしちゃった気がする。告白するのってすっごく疲れるんだね。本当にそう思います。僕もされる側だと思ってたわ。チャンスを拾うなんていいバッターになれそうだよ。3番ぐらい打ちそうだ。はあ、よかったよかった。年内にくっついたか。私がどれだけ気になってたことやら。くっつけたがってたのお前だろ。イッチ、ありがとう。ちょっとヒヤヒヤしたりもしたけど、まあそれはそれ、結果良ければ全てよしってね。ヒヤヒヤ。うん、こっちの話。何ヒヤヒヤって。やぼいこと聞いて気まずくなること思ったの。どこまで行ったの。どこまで。どこまでって、告白したよ。ん？ん？お、いやいや、場所の話じゃなくって。手つないでたよ。俺見た。すんごい古い言い方すると、 A とか B とか C とか。 A、B、C？ え、何？何の話してるの？いきなり英語の勉強？私が勉強の話なんて振るわけないじゃん。今まで言わせんなよ。俺もわかんねえわ。キスくらいしたのって聞いてんの。それが A になるの？キス？キスって銃のキス？そんなことをしてない、してないよ。え、マジで？マジだよ、してるわけないよ。手つなぐので精一杯だったよ。まだ残ってる。いや、イッチどんだけロマンチストなんだよ。漫画の読みすぎだよ。小学生か。お前はこの甘酸っぱさが分かってないんか、イッチ。それでいいんだよ。ドラマの見すぎだよ、イッチ。褒められて、褒めてないな。
それはね、もっと漫画読んだ方がいいよ。やっちゃうようなカップルだって山のようにいるのにさ。やっちゃうってキスを。みんなすごいんだね。どんだけピュアだよ。言ってば。もうそこまで言わせんのかよ。ユズだって知らないわけじゃないだろうに。耳近づけて。でこれ電話だ。ピュアすぎる。聞こえてる？どうした？オーバーヒートしちゃった？いちかちゃんのエッチ！だってダメ、そんなの無理。そういうのは結婚してからでしょ？コウノトリ運んでくると思ってるんか。運んでくるのはベイビーマリオだけだぞ。レンジでチン。ゆでたこ。ホケ、マジ？絶対嘘だよこれ。いちかちゃんのエッチさ。バカ、知らない。そのセリフは寮に言ってやんな。寮喜んじゃうぞ。ははは。ピュアすぎる。両一今頑張ってるよ。右手忙しいよ。料理で例えてるのこれ。強火で熱されたって。チーズみたいにトロトロに溶けちゃうよ。ピュアすぎる本当に。まあユズをいじめんのもこの辺にして。お幸せに。寮と楽しい冬休みを。うん。たまには思い出したように。私とも遊んでくれよな。切られちゃった。ほっぺの熱が冷めない。いちかちゃんが変なこと言うから。これ、りょういちがメインじゃなくなりそうだな、これから。宮守ルートは。